こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でシンプルなフレームを作っていきます。折り紙4枚で作ります。結構厚みがあってしっかりしています。ちょうど15センチの折り紙が入るので、中に紙を入れてもいいし、紐をつけて壁に飾ってもいいと思います。折り紙の作品を貼り付けて飾るのにちょうどいいと思います。縁に隙間があるので折り紙の作品を挟むことができます。とても簡単にできるので、ぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。裏返します。上下の端を合わせて折り筋をつけます。上下の端を中心に合わせて折ります。下だけ戻します。下の左右の端を折り筋に合わせて折ります。折り筋で折ります。上から下へ真ん中で折ります。下の端を1枚だけ上の端に合わせて折ります。裏返します。同じように下の端を上の端に合わせて折ります。これで一つ完成です。これと同じものを全部で4つ作ります。表と裏の角に糊をつけます。もう一つをこの向きで角を隙間に差し込みます。手前の1枚を三角の隙間に差し込みます。裏側も差し込みます。次も同じように糊をつけて差し込みます。中に紙を入れる場合はここで入れます。
入れたら上も差し込みます。フレームだけの場合は紙を入れずに上を差し込みます。最後は糊をつけて差し込むと取れなくなるので、もし後で紙を入れ替えたりする場合はマスキングテープで留めた方がいいと思います。これでシンプルなフレームの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。